チャーター便は新型コロナの感染拡大もあって2020年3月を最後に運航されていませんでしたが、今日3年ぶりに高松空港に到着しました。その最初の便には高雄国際空港からおよそ150人の観光客が乗ってきました。空港では観光協会の職員らがパンフレットやうどんなどを配っていました。運航するチャイナエアラインによりますと、搭乗率はおよそ 97% だったということです。我们是从台湾来的，疫情三年以后，我们选择踏上日本，这样你们开心吗？我们都是一家人。今日到着した観光客は中四国や関西などを巡るということです。コロナを見てましたので、こうやって大勢の方が来ていただけるのが大変嬉しく思っています。高松と高雄を結ぶチャーター便は、今日から来年1月末まで毎週3往復の運航を予定しています。